みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほとりみです。はい、というわけで今回はりみの誕生日が近いということでテレパシーケーキチャレンジをやっていきたいと思います。ケーキが食べれますね。そうですね。りみの誕生日まであと2日。うん、今日は6月の8日8日って言うんだよ。8日。うん。今回はりみちゃんが誕生日ということで誕生日ケーキをね、普通に食べるんではちょっとつまんないかなと思うので、つまんない。初めてこのテレパシーケーキチャレンジをしてみたいと思います。イエーイ。りみちゃんはだから、まあ、好きなね、自分が食べたいように作ってもいいし、まあ、しほちゃんはもうでも自分でケーキを食べるからね、どうするかわかんないけど、でもなるべく同じように作ってください。テレパシーなので。同じように作れなかったら、同じように作れなかったらケーキはパパとママだけで食べなくちゃ。嘘嘘。はい、じゃあね、6個チャレンジがあるんです。はい、ね、クリームとお菓子とあのチョコレートスプレーみたいなやつと果物とろうそくと、あともう一個ね、あの長いろうそく、節のね、そう、金と銀ので、全部で6個チャレンジがあるんで、じゃあ今回りみちゃん誕生日なので甘くして半分、3個だね。3個同じにできればカツラはなし。そうで、もし2個しか合わなかったり1個しか合わなかったら、こちらのね、じゃじゃーん、ダイソーになってるやつなんですけど、500円なんですけど、このカツラをかぶってケーキを食べるということ。でもさすがに3個は合うよ、絶対。いや、合いそうだよね。絶対合うと思う。大丈夫だと思う。リミ大丈夫だから。ね。はい。すごい暗い顔してる。絶対合うと思う、3個。絶対合うよ。うん。うん、はい、というわけで早速やっていきましょう。ハロー。作っていきましょう。隣にパンチしたんだけど。はい、というわけでまずはこちらのホイップから選びたいと思います。はーい。今回ホイップはチョコと普通の生クリーム、プレーンっていうの、うん、プレーンって言ったらいいか。なんて言うんだろう。ホワイト、ホワイト、ホワイトとブラックです。はい、じゃあ塗っていきましょう。なんて、本当に迷う、これ。リミも決まってるんだ。リミも決まってるんだ、うん、私材料これ使いたいの、これ、これが使いたいの。何これって、うん、これが使いたいのに、これに合うといえばこっちなんだけど、今正直食べたいのがこっちなのよ。難しいね。でも選ばなくちゃいけませんよ。半分はダメ。半分はダメ。どっちかだよ。しおちゃんめっちゃ悩んでんだけど、1問目からリミはもうパパッと決まる。リミは決まるよね。あー、見たいよ。リミお誕生日で食べたい。あんまりおしゃべりは内緒だよ。あんまり喋っちゃうと分かっちゃうからね。あんま喋んないようにしよう。よし、決めた決めた。はい、じゃあ塗っていきましょう。はい、はい、じゃあ次いきますよ。頑張り、次の段階に進む。次はですね、いちご、うん、ちょっとね、季節がもうね、終わっちゃってて、ちょっとね、全然売ってなくてね、やっとね、3パックだけ売ってるのを見て、その中の1パックを買ってきたんですけど、うん、ちょっといい状態じゃないんですけどね、痛みがもう早くて、でも一応あったので、いちごかフルーツケーキね、いろんなフルーツを持ってあるじゃん、そういうケーキ、うん、そういうね、フルーツケーキにするか、2択です。今回もリミはそれにしないよ。もう決まってる。はい、リミちゃんもじゃあいちごと。いい、はい、じゃあトッピングしてください。いいに、いいに、いいですよ。いいに、6個しかないからね、よく考えてトッピングしてね。6個しかないからね、いちごね。はい、できましたね、2人とも。はい、じゃあ次いきます。次、はい、お菓子トッピングしてください。で、お菓子はちょっと分かりづらいですけど、シミチョココーンのいちごと
食べっ子動物。そう、食べっ子動物のチョコ。チョコ、水族館って書いてある。と、あと、こうね、M&M のチョコレート。3種類の中から1種類だけ選んで食べてください。待って、迷うんだけど。これでしょ、絶対これだよ。え、迷う、これとこれで。はい、じゃあ、しほちゃんはもう決定。兄ちゃんはどうしますかね。チャラチャラチャンチャラチャンチャンチャン。自分が食べたいのでもいい。何でも食べたいのでもいいし。あれに見えない、あれ。いいし。ん？じゃあ、こっちにする。余計な話はしたらどうぞ。こっちにする。うん。え、これもうやってもいいの？いいよ。好きなように飾ってください。はい。できた。できた？早っ。見る？うん。じゃあ、リミちゃん、こう、傾けてか、くるっとして。じゃあ、今のところこんな感じ。おー。どう？いいんじゃない？ひほちゃんは今一生懸命までやってるけど、こんな感じ。はい、じゃあ、できましたね。はい。はい、じゃあ次の工程いきまーす。はい。次は、こう、なんだろう。ちょっと飾るスプレーみたいなやつね。うん。一応。私、これね、カラースプレー。うん。と、これが、なんだろう、これ。星のスプレー。なんか、星の形したやつと、これがよくある。なんて言うんだっけ、これ。あ、書いてあった。書いてある袋が、ちょっと、なくなっちゃったので。はい、じゃあこの3種類から1つを決めて、やってください。うん、はい。でも、細かい作業だけどいい？ちょっと皆さん、音とかもね、関係するんで、3色を振りながらやってください。こう、バレないように。そうそうそう。どれ？私、私ね、うん、最初、これがいいって言ってたんですけど、うん、これがいいって言ってたんですけど、うん、ちょっとね、今考えたら、うん、これに合うのはこれかなと思って、うん、これでいきたいと思います。いろんな音がしてわからないね。これです、これです、はい、じゃあやってみます。いい？いいよ。私はもうまんべんなくかけますね、うん、できた。できた。はい、じゃあ次いきましょう。はい、じゃあ次はですね、誕生日なのでかわいいろうそくをね、選んできました。これダイソーのものなんですけど、3種類。まずこちら、ね、ろうそくつけなくてもいいの？アルファベット？ダメだよ。つけようよ、せっかくに。ダメだよ。誕生日のこれ、こんな感じ。出来上がりが多分ね、こんな感じに全体がハッピーバースデー。ハッピーバースデー。で、まずこれがキャンドルサークルって書いてある。なんか可愛い感じ。出来上がりはなんかイメージはこんな感じで、おめでとうって書いてある。両端にクマちゃんがあるのがこんな感じ。はい、じゃあこの3種類、ちょっとね、3種類で多いんですけど、3種類の中からみんな3種類選んでください。同じ包装だからね、どれを開けてもきっとわからないと思うんですけど。さて、待って、いいやって、うん、もうリミは決まったの？うん、リミが選ぶとしたらこれ、私が選ぶとしたらこれ。どうしよう。迷う。そういうことね。テレパシーだからこれ、これにします。はい、私の好き、私が好きなわけでもありません。テレパシー、リミに合わせに来てくれたってことね。そう、合わせに行きます。行きた。うん、早っ。どうですか、しほちゃん。うん、なんとなくできました。なんとなくできました。はい、OK、はい、です。じゃあちょっと待ってくださいね。こんな感じ。かわいいでしょ、ね、今答え言いそうになっちゃった。いかがめよ。かわいいでしょ。じゃあ、わかんないようにしてしまっています。いい息。大丈夫？いい息、やばい、いい息、いい息。あぶねー。なに？ん？なに？秘密だって。悲劇。うん。じゃ最後。はい、じゃあ最後です。最後は、あ、ごめんなさい。いい？いいよ。はい、じゃあ最後はこちら。これもダイソーで買ったろうそくだね。で、金か銀か2色あるので、どっちかを選んで経験させてください。もうあれしかなく、これしかなくない？うん、リミマ、リミマ。ダメだよ、ゆっちゃん。内緒ね。内緒でさせてください。これが最後です。綺麗に、おお、綺麗になった。わかんない。しほちゃんが開けるの苦手なんだ。やばい。
ーの完成。はい、じゃあまず1人ずつ見ていきましょう。まずしほちゃんのケーキはこんな感じ。こちらです。このカラフル、今回カラフルをイメージして作りました。このロースがカラフルだしね。なるほどね、うん、はい、OK です。じゃあ次、ゆみちゃん。おー、なんか想像とちょっとママ的には違う出来上がりな気がする。ちょっとなんかリミじゃない感じが、なんとなくイメージが、うん、はい、さあ、じゃあこれでお互いのケーキを見ましょう。やばい、いいですか？ドキドキする。心のしおちゃん、もうちょっとだんだん離れていくんだ。しおちゃん見て、リミ、あ、見て、リミじゃない、見て、ママ見て、リミに完全に向けてる。あ、リミに向けてるの。うん、じゃあリミもしーちゃんに自慢するの。いいだろう。ねえ、早くいくよ。じゃあこれを取りますよ。いい、心の準備は、うん、3つだよ、うん、じゃあ順番に答え合わせしようか、うん、せーの。するときはちょっとカメラに。待って、3つ合ってる気がするよ。3つなら4つは合ってない気がするけど。うん、4つは合ってないね。3つでよかった。まず3つ合ってる。クリーム。あー、なんで。はい、次果物。ピンポン。ピンポン、1つ目。次お菓子。ピンポン。マーブルチョコみたいな。はい、で次スプレー。バーッ。ろうそく。ピンポン、ピンポン、でっかいろうそく、ブブー。あのね、本当はね、あの前はこれがいいかなって言ったのよ、このピンクのやつ。あ、そうなんだ。これ言ってたじゃん。あ、クリームを選ぶとき、これがいいから、これがいいから。あ、そうだよ、そうだよ。最初クリーム選ぶとき、それ基準に選んでたんじゃない。そう、なんだけど、なんかね、気が変わったの。なんかね、マーブルでね、なんかピンクに染めちゃうとダメから、うん、なんかカラフルにしたかった。うん、なるほどね。だから変えました。あ、ごめんね、リミ。でも3つありましたので。はい、じゃあね、火つけました。はい、ぴょーん。じゃあちょっと電気消してみる。うん、どんな感じか。あ、見て、これすっごく枯れてる。枯れてる。あ、もうだ。あー、ひゃー。これさ、どう盛り付けよ。夜じゃないから、そんなに暗くならないけど。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリワリミちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。はい、じゃあ、お待ちください。じゃあ、しほちゃんのケーキも。頑張れ。おめでとう。8歳ですね。8歳。もう8歳ですね、リミちゃん。ダチもう10歳。10歳ダチョ。10歳と8歳。はい、じゃあどうする、食べる。食べる。天才、私。私、ウーブ。あ、そうだ、リミちゃん今日天才 T シャツです。そう、でも私天才 T シャツなかったからさ。あ、そうそう、サイズがね。ね、食べて。せーの、いただきます。いい、食べて。うん、いいよ。自分で作ったケーキ、いただきます。はっ。おいしい。おいしいね。おいしい。うん、やっぱり自分で作ったのもあってから、お店欲しい。お店のより美味しい。よかった。お店のよりなんかね、カラースプレーとかでなんか違う食感をね、味わえてすごい美味しい。美味しい、めっちゃめっちゃ美味しい。一番食べるのが買うよりいいかもね。楽しくて、うん、ね、違う個性が。これ全部食べちゃうかも。絶対食べれないよ、リミ。一回お腹いっぱいになるまで全部食べる。うん、やば。はい、ということで今回はリミの誕生日ということもあって、テレパシーケーキチャレンジをやってみました。
楽しかったね。楽しかったですね。じゃあまた今度ね、スライムとかでもやってみましょう。うん、はい。ろうそくじゃない、これ。ろうがちょっと出てちゃう。それでは、バイバーイ。一口もらいよ。はい。グミ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 ペア。サンディーだ。